クロマックス。プレイステーションとスイッチをつければ等身大のマリオが出てきたりします。すげえ。はい、どうもクロワークスです。今日はですね、アクティブキャンパス in 宮崎ということで、クロワークスファンミーティングの時の懐かしの企画が帰ってまいりました。これからアクティブキャンパス in 宮崎に参加してくださってる方の愛車紹介をさせていただきたいと思います。はい、ということで今回もゲストとして来ていただきました、はい、ケンケンさんです、はい、よろしくお願いします。来ちゃいました今回もありがとうございます。群馬から宮崎までありがとうございます。よかったですね、はい、いや、はい、遠いですよね。埼玉からなんてあんま変わらないと思うんですけど。そうですね、あんまり変わらないですね、はい、今回はまた違う車ということで。そうですね、はい、前回もまた違ったんですけど、今回はバンショップ三上さんのテントウムシをお借りして参加させていただきました、はいはい、今回もご紹介よろしくお願いします。お願いします、はい、一応この車両はですね、はい、何度かあの拝見させてもらってるんですけど、はい、まあ、実際乗ったのは今回初めてなんですけど、デモカーなんでこう色合いはかなり目立つ感じになってる。可愛い感じの。そうなんですよ、はい、色ですね。なんか外装で可愛いなと思うのは、はい、ちょっとここの雨どいが元々あのバニングのメカさんで、はい、そこがちょっとこう残ってる感じが個人的にはちょっとだけ羽を残すっていう感じを生かした感じの作りになる。そう、出してるのがこう昔を忘れてない感じがいいなっていう。あ、いいですね、ところも可愛、はい、くちょっと看板みたいに。いいですね、雨どいがあってこの扉、はいはい、すごくこう可愛らしい車両に仕上がってるんですけど、ところどころちょっとこうキレのある部分が垣間見えて。なるほど、はい、すごいいいんですよ。でですね、ここなんですけど、はいはい、これ給水口なんですよ。で、軽トラベースのキャンピングカー、バンとかワゴンもそうですけど、はい、給水をここからホースで直接やるのって、もうバスとか、はい、キャブコンとか、ああいう大型のものが基本なんですけど、はい、ここはね、もう軽につけちゃって、もちろんメリット、デメリットはあるんですけど、ここはもう直接ホースで給水するという感じです。それいいですね、結構。はい、排水の方がですね、はい、これ一番便利でして、はい、そのまま排水口のところに車を動かしてコックをひねると出るっていう部分があって、はいはい、あ、こちらなんですけど、この下ですね、こちらですね、はい、ここをひねってもらうと排水が行える感じなんで、はい、まあ、あるいはここにホースもつないでキャンプ場の横とかに出てる捨てられる場所があったりするので、はい、まあ、そういうところに行くと排水もしっかり行えて、あ、まあ、重たいタンクを持たなくていいと。あ、それいいですね、はい、ちなみにこれあの給水もホースなんで、はい、ちょっとそこが大変っていう人は、あ、給水だけタンク、はい、排水はこれとかできたりします。あ、その形も自分で選べる、はい、そうなんですよね。あ、それいいですね。そこまでやっているビルダーさんは、はいはい、K のベースではないですね。あ、そうなんですね、はい、素晴らしい作りだと思います、はい、ところにこだわった作りになってそうなんですよ。中はどんな感じだったんですか。中ですね、はい、こんな感じに。ああ、中もいいですね、この可愛い感じで。そうですね、結構ポップなカラーで、はい、そうですね、ちょっとスポーティーにも見えるような、はいはいはい、そんな感じの車両も。内装ももしかしてこう外の色に合わせて選べたりとか、ね、全部選べますね。内装の色は本当に全部自分で、ツートーンでも一色でも、 あとカラーもすごい何通りもあって、あ、家具とかも全部ですね。いいですね、はい、家を作るような感じで作れるっていう形で、はい、社長もおっしゃってました。なるほど、はい、そう、ここに今座らせてもらったんですけど、自分の身長が176センチなんですけど、全然頭余裕ありますね、ここ座らせてもらって。僕でも全然大丈夫ですね、この車両は、はいはい、結構こうなる車両多いんですけど、ね、いや全然超余裕ですね、はいはい、カーテンがちょっとデモカーなんでついてなくて。ああ、そうなんですね、はい、今回ちょっと100均のああいうのを一応買って、あ、夜は取り付けて寝るんですけど、はい、本来はカーテンとかつけるとさらにこうお部屋感が出て、はい、一応カーテンとオプションになると思うんですよね。あ、そうなんですね、はい、こちらは何ですか。こちらは冷蔵庫なんですけど。あ、これ冷蔵庫になってるんですね、はい、今ちょっと飲みかけのジュースしか入ってないんですけどこんな感じで、はい、あ、結構スペースがありますね、はい、これすごい奥が深いんですよ、はい、なんであの2リッターのペットボトルも立てて入ります。すごい、こっちになんか惣菜入れて、あ、そっち飲み物みたいな感じで使えますね。いいですね、はい、外側もおしゃれですね。そうなんですよね、
うまくまとまってますね、はい、今の車両だとここの上がさらにフラットになるようなテーブルがついてるんで、はい、これ今ちょっとアーチ型になってるんで物が置けないんですけど、そうですね、あのそこを改善されてるような感じで現行はなってます、ね、はい、まあ、どんどん良くなってますね。さらに使いやすくなってそうなんですよ。こちらの穴にテーブルが、そうですね、はい、ポールを刺して あれが一応平たくつくんですけど、それつけちゃうと結構息ができないんで、中に入ってから取り付けた方が、はい、じゃあもうあの休まれる時とか、そうですね、乗り降りする時は外して、はい、僕は今回使ってます。なるほど、まあ、ここもテーブルになるから、一人だったらもうベンチを横く広く使って足伸ばしてこう、はい、ロングソファーみたいな感じで使っちゃってます。そっか、そうですね。こちらでソーラーのコントローラーがこれで、あ、まあ、ここが集中スイッチパネル、まあ、インバーターで冷蔵庫だけですかね。あ、それもなんか分かりやすいですね、こういった。そうですね、こことかつけると、あ、はい、こことか明るいですね。あ、LED は多分最も明るいんじゃないか、手軽につけられるものとしては。あ、はい、いいですね。ということで今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。サプライズという感じで、あの、来ていただいたボスさんです。よろしくお願いします。はい、今日何回言うか。いや、もうそれを言うために来たんですよ、今日はもう。はい、コロナを、はい、いただき、飲食スペースでコロナがいっぱい出るということで、あのもう全部飲み尽くす勢いで。よろしくお願いします。ということで、ボスさんの、愛車紹介も何回目かもわからないぐらいやらせていただいておりますけども、はい。小ネタで言ったらね、はい、あのちょっと待って、はい。はい、マトライトが回っております。中で昼間なんであれですけど、何かが確実に中で回っています。そしてこちらですね、クロワークスのセキュリティといえばということで、防犯パトロールマグネットですか。これマグネットです、はい、どうでもつきますこれ、はい、バッチリ貼っていただいております。今日は中とかはどんな感じですか。ね、来る途中に仮眠はしなかったんですけど、はい、ちょっと1時間ばかし横になってちょっと散らかってるんですけど、で、はい、今回この三角のマットを背中の部分にも入れてきたんで、はい、ちょっと頭を高めに寝られるかな。ああ、これを新調されたんですね。はい、ちょっといつも通り、はい、工具箱の上に寝てる感じで、はい、今日も持ってきていただいてますね万が一のために万が一のためにそういったネタとかもうバッチリ仕込んできていただいているボスさんの車紹介させていただきました。ありがとうございます。今回遊びに来ていただきました梅虎キャンパーさんです。どうも、はい、お願いします。いやー、ようやくお会いできたなっていう、そうですね。どこまでが自作なんですか。イレクターパイプ入れて、はい、クロームキャストを入れて、はい、タブレットでもそのまんまこっちに飛ばすことができる。あ、でこれで要はもうマルチで、はい、マップもあるしプライムビデオだったり、あ、いろいろマルチで、あ、運転中はあれですか、運転席につけたりとか、もうこのままここにつけてるんで、 ありますよね。でチビたちが見るんであれば後ろで見られるようにして、一応スクリーンタープついてるんでこの高さがあるんで、はい、これでそのままスクリーンを縦に立って、はい、プロジェクターがあるんで、あ、プロジェクターあっちにつけて、上につけて、あ、でそのまま撮影するとここが全部スクリーンになる。すごいっすね、超大画面で見れる。大画面です。唯一あれが、はい、HIDMI があるんで、はい、プレイステーションとスイッチをつければプロジェクターで等身大のマリオが出てきたりします。すげえベッドはどういう感じになってるんですか。ベッドはですね、これは、はい、これをそのまま上げて、はい、こっちに立てかけてる状態ですね、はい、いつも椅子のところ。本当だったら、はい、この台とかに足をつけて、はい、テーブルを2台並べて足にしてこれを置くんですけど、はい、それだと、はい、軽キャンパーの一番悩みの収納がないんですよ。全くここしかなくなっちゃうんですよ、はいはいはい、ただこれも、はい、1枚の板をそのまんま跳ね上げ式なんで、はい、1回1回荷物取るためにこれ上げた時に全員入れないといけないんで、はい、強度の高い箱を買ってきて、はい、置くことによってもこれはいらないと。そうですね、簡単に動かせる方をうまく活用できるようにこうやって収納を作ったみたいな。そうです、いいですね。最大のあれは雨の日でも外に出ずに中で展開できないと一回一回こうやってたら濡れちゃうんで、そうですよね。なので展開ができる中でこの形でそのまんまこれを
こうやって置いちゃえば、ああとはプールの冷たいやつを引いて、はい、ああいいですね。サーキュレーターも全部入れて、はい、でこれで全部窓を開けた状態だと上に冷たい空気が集まってそのまんまサーキュレーターで回すんで、はい、全部循環が、ああなるほど。で料理しても仮に上が高いんで、はい、熱気が全部上から逃げる形です。いろいろ考えて作られてるんですね。はい、すげえな。上はもうほとんど荷物置きっていう感じで使ってる。そうですね、だから、はい、大体いつも一人なんで、一人とかもうそんなにないんですけど、子供たち連れてくるときは大体荷物が増えるんで、はい、子供たち用の荷物はもう大体ここら辺で済んで、はい、あと大体チビたちはもうあれちょっとここまでやったら上に全部上げられるんで、 あと花見のときとかは はい、これが全部開くんですよ。またあッで上からいい感じで花火が見える、うん、そう網じゃなくて、はい、そのまんま景色が見えるんで、高いとこ行って、はい、そのまんまこうやって見ながらやるってことができて、いいっすね。いろいろじゃあ楽しめる車ですね。そうですね、はい、そんな感じで、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。作ってきたんですかこれはい、ということで睡眠不足になりながらも、はい、そんなん作ってきた単純な用意をしてなかった芸が細かいな